かちゃん、お腹すいた？それじゃあね、はい、どうぞあげます。おい、そこで寝てる子、ほら、どうした？寝てる子、ほら、起きてこい。来た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 。よう食べてね、みんな大きくなってね。あれ、もう一人いたんじゃないの？一、二、三、四。あ、七人の侍だからいいんだね、これで。母ちゃんの子供ずいぶん大きくなったね。7人分の乳を出すの大変だったね。母ちゃんもしっかり食べてたから。そっちの君たちはもうお腹いっぱいになった？口もずいぶん膨らんでるからいっぱい入れた？ここの子ちっちゃいね、少し。君が今今回7人の中じゃ一番ちっちゃいな。しっかり食べて。君みたいなち、あ、あららら、母ちゃんダメだよ、そっち持ってっちゃ。ほら、髪とかくっついちゃうからダメだよ。母ちゃん、ほら。母ちゃん、ダメだ、そっち持ってっちゃ。こっちちゃんとしっかり。お皿の上で食べてね。
ほら、母ちゃん、髪がくっついちゃってるじゃん。髪も一緒に食べちゃダメだ、母ちゃん。バカだな、母ちゃん、ほら。髪も口に入れちゃわないで。母ちゃんもうよしとけ、そこで。よしとけ、よしとけ、母ちゃん。母ちゃん、どうせまた口から出してもうぐちゃぐちゃにしちゃうんだから、もう。子供にしっかり食べさせてって。母ちゃん、何してんだ、母ちゃん。母ちゃん、何してんの、あんたもう。子供にしっかり食べさせてあげなよ。母ちゃん、まだやんのか、食べ込み。やめとけ、母ちゃん、母ちゃん、やめとけ。母ちゃん、やめとけよ。母ちゃん、やめとけ、やめとけ。やめとけよ、母ちゃん、食べ込むのは。母ちゃん、ダメだ。君はもうこっちにいろ。子供が食う前に全部口に入れちゃうからね。みんなお腹いっぱいになってても終わったみたいだね。じゃ、君も口の中いっぱい入ってるみたいだから、とりあえずもう下げちゃうよ。ゆっくり食べさせてあげたいけど、お下げます。お下げします。で、今回ね、子供がここに7人の子供いるんだけど、その、実は下にも子供がおりまして。ね、母ちゃんいるんだよね。こっちの子がちょっと若干お兄さんなんだよね。ね、母ちゃん。母ちゃんどうした？もう一人。いるか？はい、どうぞ。君たちも食べて、君たちも。はい、君たちもどうぞ。お食べください。食べづらいね、斜めでこれじゃね。はい、どうぞどうぞお食べください。ちょっと違い分かりづらいかな。さっきのね、7人よりも若干大きくて、そっちの今ちっちゃい方がさっきの7人ぐらいの大きさで、こっちはお兄さん大きいね。ここは、二人の子のご家庭のお母さんです。しっかり食べて大きくなーれー、大きくなーれー。
十分口に入った?食べ込んだ?十分。持ってくよ。次がいるからまだ。持ってくよ。いい顔して食べんね。黙々とね。いい顔してるよ。ちっちゃい息子さん、やっぱり小さいだけあってすぐご飯割っちゃうね。大きい子はね、いつまでも食べてんだよね。やっぱり食べる子は育つ。よう食べるね、君ね。いいよ、いいよ。大きいハムスターになるよ、君は。大きくなりそうだね、君ね。いい感じで食べてるもん。母ちゃんもう食べ込まなくていいから。母ちゃんもう食べ込まなくてもまたあるから。はい、おしまい。お食事終わり。逃げちゃったね。はい、次行くよ。次の子のとこに行きます。はい、ご飯また次に行きます。はい、次はまたここの母ちゃんのとこです。今うちには母ちゃんが3人おります。母ちゃん、ご飯だよ。母ちゃん。母ちゃんハムス、ご飯だけどどうですか?母ちゃん?母ちゃん?母ちゃんハムスご飯どうですか?母ちゃんとこの子はまだね、最近生まれたばっかりだから出てこれないんだよね。ほら、母ちゃんの子もまだ。母ちゃんとこの子はまだこんなんです。見えないね、暗くてね。何人いんのかな、子供。しっかり育ててね、偉いね、母ちゃんね。食べていっぱい育ってね。いっぱい食べて、母ちゃん。じゃあ置いとくよ、母ちゃん、そこにね。いいお子さんだね、みんなね。この子たちも育ったら、うちはまた、少子化とは無縁な大家族になります。しっかり食べてね。母ちゃんしっかり食べて、乳いっぱい出してね。何いるかちょっと気になっちゃうね、でもね。1,2,3,4,5,6 人もいる。いい子育つね。6人も子供育ちますね。母ちゃん、いい子いっぱい育てるね。
以上、うちの子供たちの紹介でした。さようなら。